こんにちは、すみやです。今日は、強風の中で、スマート望遠鏡をどういう風に使うのかという話です。天体観測の大敵は、雨とか、雲とか、夜露とか、いろいろあるんですが、晴れていてもね、強風で望遠鏡がものすごく揺れて、天体がうまくね、導入できないとか、それからスタックできないとか、 撮影できないとか、いろんなトラブルが起こるんですが、それをスマート望遠鏡で克服するためにはね、重い重りをつけた三脚に乗せるとか、いろんな方法があるんですけれども、まあそれでもね、揺れるのでどうするかというと、この屋上のフェンスが風よけになってくれてね、ちょうど角っこのあたりで風が遮られる場所が ここにあったので、ここに望遠鏡を設置をしてですね、それからいつもは三脚をもっと伸ばしてね、フェンスの上にこのレンズが出るようにしているんですけれども、それだとね、風をまともに受けるので、それを一番短くしてシスターは撮影をしていました。で、この三脚はかなりね、頑丈で重いので、これでもいいんですけれども、他の 三脚はね、かなりあの、この、パイプの太さがね、それほど太くないものは、かなり風に弱いですね。そこで、ドワーフ3はどうしたかというと、いつものね、ビクセンの三脚に乗せるとかなり揺れるので、オリオン大声運を取っていたんですが、ブレブレでした。はい。そこで諦めて、ドワーフ3専用のね、三脚を、 持ってきてですね、一番高さが低くなるような形で設置をしてみました。それから足をね、全部伸ばして、かなり広い範囲に三脚が広がるようにして設置をしてみました。これが一番低い位置ですね。はい。まあ、こういう風にして設置するとね、オリオン大星雲もブレないですごくよく撮れてましたし、その後ね、 スケジュール機能を使ってね、深夜0時過ぎぐらいからですね、3時ぐらいまでかな。2時間ちょっとぐらい、バラ星雲をね、撮影してみました。非常に綺麗に撮れてましたね。びっくりしました。はい。スマート望遠鏡に限らないとは思いますが、望遠鏡がね、風に大きく影響を受ける場合にはね、 なるべく三脚を低くして撮影するのが一番の手じゃないかなというふうに思います。まあそうするとね、自分の目線の高さよりも低いので、設置がね、非常に面倒くさいことになるんですが、スマート望遠鏡はスマホで操作するのでね、いちいち望遠鏡を覗くという手間が必要ないので、いいんじゃないかなというふうに思います。トブソニアン望遠鏡とかね、ものすごく 太い鏡頭ですので、風をもろに受けてね、ブレブレになるわけですね。はい。ですから昨日はあの、土星とか木星も見たかったんですが、かなりね、ドブソニア望遠鏡では風に煽られるので諦めました。まあ、そして、スマート望遠鏡は焦点距離が短いので、画角が広い分ね、多少の風で揺れても大丈夫という感じでしたね。 はいえ。シースターではね、スバルを撮影していましたし、ドワーフ3ではオリオン大星雲を撮ったり、その後ね、バラ星雲を撮ったりしていましたえ。昨日はライブでね、シースターのスバルとドワーフ3のオリオン大星雲、ランニングマン星雲などをね、みんなで楽しみました。こんな感じでね、かなり低い位置までね、このドワーフ、 3専用の三脚は設置できるので非常にいいかなと思いました。そんなにね、重量のある三脚ではないんですけれども、これだけ広げて高さを低くすれば、しかもね、周りが壁に囲まれているところに設置すればね、なんとかなります。壁から低い位置なので、フェンスよりかなり低い位置に設置しているので、そんなに 低い天体は入らないんですけれども、この位置だとね、南だとそうですね、60度ぐらいの高さの天体だとね、よく取れるんじゃないかなと思って、ここに設置しました。まあ、もうちょっと向こうに持っていけばね、他の天体も入るんですが、壁際でないとね、風が避けられないので、こういう風にしました。ちょうどね、東から南に向かって、オリオン大西雲とか、あるいは、 バラ星雲が見えていたので、それを撮影してみました。スケジュール機能、素晴らしい機能ですね。シースターにも早くスケジュール機能が欲しいという声がね、あって、予約撮影機能が欲しいという声がね、あちこちでフォーラムの中でもコメントがいくつか届いているようですね。皆さんはね、風の強い日、 せっかく晴れているのに天体観測できないと寂しいですよね。まあもちろんね、ドームがあって風よけのドームがあれば一番いいんですけれども、まあこういうふうに周りがね、フェンスで囲まれている屋上とかベランダとかいうところで撮影するのは低い位置でやるといいかなと。私の場合はこんな形で昨日は撮影してライブ配信もできました。あ その前にね、ライブ配信が夜10時過ぎに始めたんですが、なぜかというと、パソコンがね、壊れて、修理に出して、一応修理はできたんですけれども、C ドライブがですね、全部初期化されて、すべてのアプリをね、インストールし直すという形になって、しかもね、設定なんかもね、いろいろやっていたので、ちょっと遅れました。はい。今夜は、 早い時間からライブ配信できると思いますのでぜひお越しくださいお待ちしております本日の動画は以上ですご視聴ありがとうございましたさようならチャンネル登録グッドボタンよろしくお願いしますえいっとえいっと